皆さん、こんにちは、マーティンで、ミラクルボーイ、キルトケス、繊維とは、これ、糸となって、まあ、細長いもので、まあ、この服、編み物からできておりますね。はい。こういう繊維が集まってできるからそうです。だから、シルクのように、まあ、細長いものとか、ウール、あとはステープルあるそうです。天然繊維、これね、植物と動物に分かれて、植物はコットン、リネン、ラミー、ヘンプ、ジュートン、マニラ麻、サイザル麻など、はい。動物はシルク、ウール、モーヘイヤ、カシミヤ、アルパカ、キャメル、ラマ、アンゴラ、ビキューナなど、はい。合成繊維は、まあ、ポリエステル、ナイロン、アクリル、ビニロンとか、ポリエチレンとかあります。半合成繊維は、まあ、アセテート、トリアセテート、プロミックスなど、再生繊維は、レーヨン、キュプラ、リオセルとか、無機繊維は、まあ、ガラス繊維、金属繊維、炭素繊維などいろいろあります。今年々増加しております。はい。というわけで繊維とはでした。バイバイ。